井戸のことが頭から離れない。ショーンはくたびれてた。だが少なくとも生きてる。救うためなら何でもする。折り紙に入ってた駐車場のチケットはこの倉庫のものだ。一体ここに何がある？あそこのスタッフに声をかけてみよう。すみません。もう、なあ、悪いな。見えなかった。なあ、何か用かい？取りに来た。車を。あんた、ずいぶんのんびりしたお客さんかい？もう2年もここに置きっぱなしじゃないか。お客さんに言われた通り、ちゃんと月に一度は走らせて、タイヤとバッテリーを。前にここに来たのか？覚えてない。ほら、地下3階だ。エレベーターはガレージの突き当たりだよ。どうも。じゃあ、いいドライブをな、兄さん。車は2年もここに？一体どういうことだ？倉庫の奥のエレベーターで3階か。よし。何台もある。どの車が目的の車だ。目的地はここから4キロです。駐車場を出て最初の角を右方向です。
成功すれば折り紙殺人鬼から次のメッセージが来る。唯一の手がかりだ。後戻りはできない。やれる。息子のためなら何だってやる。やるんだ。ショーンのために選択の余地はない。